それでは、はじめ社長お願いいたします。あれは瞬間少年マガジンで大人気連載の中のリアルアカウントに出てくる敵役マーブル君だ。会場の皆様はどう思われてるのかっていうのをちょっと聞いてみましょう。そうですね、はい、はい、こちらビジタイプだと思われる方いらっしゃいますか。いや、やっぱ多いですね。これじゃないかな、多分。これも B だと思います。あ、なるほど。ということは、SNS 上でも皆さん B タイプを B だと思うんですけど、はじめ社長は幽霊と一緒にバドミントンやってたのかな。なんか心理スポットとか言ってるから幽霊にはすぐ会ってみたいんですよって考えると、やっぱ B なのかなっていう気はしますね。顎の妖怪とかにもよかったC っぽいなって思ったんですけど、 C なんか動画でよく物を壊してるなって言われた。動画だとすごい物を壊してるんですけど、なんか財布とか3年間くらい大事にしたりしてますね。確かにそう考えると、霊人と花見さんとの違いはあるかもしれないですね。いや、いろんな意見があると思うんですけど、多分 B だと思います。結果は、結果は A で。あ、A、A。ちょっと意見を聞いてみましょう。なんか以前、ガンジ君のこのポップ使って、はい、ズボンに火がついたっていうツイートを見て好きなんだなって入って、ダンテの家のポップは、なんかダンテの家のよく床で出るんですけど、すっげー夜中に足をかんでくるんですよ。本当になんか話題になれるめっちゃ結構がっつり感じてきて、それもなんか一晩で10回以上とか普通に感じるんで、ちょっと怖くなっちゃいました、ね。誰かのリプで犬派か猫派って聞かれた時に猫派って答えてます。マジで？じゃあ猫派だったら猫派だと思う人、両方派だと思う人、はい、両方でいきましょう。いきます。え？犬派と猫派が同点で 26%、両派が24、どちらでもないが24です。これは一応どれが一番多かったかというマークでは犬派が犬でいているようなんですけど、あ、本当だ。はい、パーセンテージで同じですが、はじめ社長は多分犬が好きなんだというふうに、答えはなりました。いや、これまず一つ言いたいことあるんですけど、YouTuber みんな練習です。なんでバカ騒ぎした後に、撮った後にすぐ動画編集で真顔で編集するわけですから、絶対なんか YouTuber 多分みんな落ち着いてるはずです。高校の時の恋愛の時になんか一筋になんか前が見えなくなったんで、恋愛の情熱が何してたか。好きな人ができたら周りが見えなくなるのかな。これはもうさっき言っていただいた通り、多分見えなくなります。最終的にはうまくなるところがある。これは、はいです。新しいことにチャレンジするときのあなたは、よく考えてから挑戦します。次のうちあなたがよく使う言葉は、なるほどって言ったらなるほどにしとこう。結果は、あーどうすればいいか。情熱だと思う人。あ、結構多いな。冷静だと思う人。あれ？いや、情熱だと思います。だと思います。あ、これは
53% で買ってます。よかったよかった。好きでもない人とデートができるやつできないです。え、待ってよまあでもなんか嫌いな人とはデートできないと思う。多分ハイです。え、ハイですよね。ハイだと思います。え、なんでおかしい。あ、そう、EAA ですかね。え好きでもない人とデートができる。できないです。いいですね。じゃあ今自分から別れ話するときに泣いてしまうことがある。あります、あります、あります。10番、人の失敗を見たときあなたの反応は笑いますね。あってますね。これ結果は40対60。天使だと思う人、悪魔だと思う人、はい、ありがとうございます。時々なんかニヤッと悪魔の顔されるじゃないですか。ああ、します。本当に悪魔だなって思います。いや、これはもう悪魔でしょう、おそらく。結果はお、悪魔です。悪魔が 52%、 天使が 48%。次のうち自分の一番長所だと思うところは、容姿、優しさ、幽默、知性、その他。めっちゃ恥ずかしいですね、これ。何なんでしょう。その他にしましょう。8番、もし告白をするとしたらあなたはどんな告白をする。何ですかこれ。もこもこつながるかも。絶対王子様じゃない。はい、結構 70% です。結構王子様じゃないですか。行動力があったりとか、と周りから愛されてるっていう面では王子様なのかなって思います。80% 以上でいいと思います。あ、未満か未満でいいと思います。では80% 未満という回答でよろしいですね。はい、一番多かったのが 100% でした。